台風や大雨の時期を前に入間市は災害時に避難所で使用する段ボール製のベッドや簡易トイレなどの支給を受けられるよう市内の梱包資材メーカーと協定を結びました去年10月に県内に甚大な被害をもたらした台風19号入間市でも警戒レベル4の避難勧告が発令され重軽傷者2人 床上・床下浸水60棟などの被害が出ました今後災害時に心配されるのは密になりやすい避難所での新型コロナウイルスの感染拡大避難所のコロナ対策のため入間市は市内の梱包資材メーカー金パッケージの段ボール製品が優先的に供給されるよう協定を結びました 今日は金パッケージの金坂義和代表取締役社長が入間市役所を訪ね田中達夫市長とともに協定書に調印しました支給される避難所用のベッドや簡易トイレそれに間仕切りなどの強度を高めるとともにベッドのマットには茶殻を配合し抗菌効果を高めています 去年の大きな水害が2割時給で大きな水害がございましてです、ね、その中で2007年の時に、私たちはその、えっと、防災用品を段、ね、ボールで開発したんですねで、それを少しでもあの地元の入間市の皆さんにお使いいただけたらなということで、今回は提携をさせていただきました。